ちは、ドリブルデザイナーです。今日はゲストの2人が来てくれてます。じゃあツインズの2人です。どうぞお願いします。よろしくお願いします。クロムです。ポです。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、うちなんですけどね。ね、はい、お呼びさせていただきました。さあ、僕たちから声をかけさせてもらって、で動画を一緒に撮った後ですね。はい、その内容は、ツインズの2人のチャンネルで見てください。お願いします。お願いします。お話しいただいてチャンネルを見た瞬間に、うわもうぜひ一緒にやらせてくださいと思ったんですけど。嬉しい。もうめちゃくちゃ2人が楽しそうにやってるしで僕自身もドリブルを通して挑戦する大切さみたいなのを伝えたって、それを見た瞬間になんかうわこれってまさにもうチャレンジだよね。なんか通ずるとこありますよね。そうですね、挑戦っていう点が一緒っていうか、うん、で僕たちのこだわりポイントが3つあって、はい、一つが双子 YouTuber として活動してるんで双子感を、まあ、あるショットをやろうねっていうのと、うん、DIY とか大好きなんで、そういうクリエイティブさも動画の中に出していこうと。であとは僕たちのアクティブ性を全般に出していって、まあ、オリジナリティのある動画を作ろうっていうのは意識してます。お父さんとして聞きたいんですけど、兄弟のどんな教育を受けてたとか、円満の円満な秘訣っていう夫婦じゃないけど兄弟も、まあ本当仲良しですよね。そうこのね、そう双子でずっと仲良く23歳でもやってるってなかなかないと思うんで。双子さんじゃないですか。ここですか。あここで言われてないの違うと思います。双子ではないんですか。双子ではない。やっぱ双子はまた特殊ですか。特殊です。でも兄弟でも僕たち実は3人男兄弟なんですよ、はい、仲良くやってますよ。兄なんですけど公認主義だったよね。公認主義が方なんだと思う。公認主義で育ててもらった方なんだと思う。だからこそこうなんか YouTuber みたいなこともできてるし、うん、まあね、よしよしでいいよっていうふうに言ってきました。なんでも高校受験もしっかり自分なりにやってきたし、その時々で一生懸命やってきたんで、まあ今 YouTube でも頑張れてるっていうのは間違いないです、うん、いや本当根性あるなと思って、なんかこだわりを通せるんで、サムネイル一つこうやって撮りますよって言ってももうちょっと角度もうちょっと強そうなとかコード入れとこうみたいな。そうコードそうはね、やっぱり YouTube やってると思ってね、職業病かもしれないですかね。でもやっぱそこで、あーもう OK とかっていうのはないんで、ちゃんと妥協は絶対妥協しないんで、それぐらいやってて気持ちいいし、いい作品作ってる理由というか、あー、そうだよね。まあ、誰とも話してたんですけど、まあ、楽はないよねっていう。一番は続けてほしいです。もうそれはYouTuber もそうだし、YouTuber じゃなくてもだと思うんですけど、そこはもうひしひしと感じているので、なのでですね、まずは、皆さん続けてください。岡部さんの動画を見てね、いいこと言うやん。あのね、続けることっていうのは、これはもう騙されたと思って、そうですよね。いや、本当だね。続けるっていうことですよね、やっぱり。岡部さんもさっき5歳からやってたって言いましたけど、5歳からじゃなくてもいいと思うんですよ。今からでも全然大丈夫です。間に合ってるんで、続けること、そしてサッカーもドリブルをしましょう。もう行きましょう。続けることです。一緒だ本当にこれなんですよ。でね、あそうだね、僕が最近思うのね、今やってることを続ける。サッカー、このチャンネルでこれ言っていいのか分かんないけど、サッカーじゃなくてもいいし、あの野球とか有名なスポーツじゃなくても、だって野球じゃないとだからご飯食べれないでしょって今は思ってる人いると思うんですよ。そんなことないですよ。
何でもいいですよ。だから例えばジャグリングやってる、今やってるって、それでも飯食べられる可能性はあるんですよね。だからその今考えなくてもいいんですけど、ご飯食べれるかどうかとか、だからとりあえず今は今やってることを続けたら何かになるんじゃないかなって、その中でいろんな人と会ってで、こうやって立派にこう今こう足もらってるっていうのは、それに続けてきた人がそういう風になってるなって思うんですよ。続けてください。それだけです。あんまりまとまってなかったね。はい、本当ね、続けること大事だと思います。自分自身もドリブルデザイナーっていうのはそもそもなかったんで、それをやっぱ作る時とかは、いやいやそんなの無理だよとか、なんだそれっていうのが一番多かったんですけど、自分が好きなことをやりたい、表現したいことっていうのを続けて、結果まだまだですけど、一応自分の好きなことで形になってきてるんで、2人も見てるとやっぱりね、23歳 YouTuber いいですよね。 YouTuber 楽しいですですよね。そこしか見えてないとあまり良くないですけどね。いやいや楽しいです。でもそれで2人でこんな立派な、いや撮ってからです。いやもうちっちゃい巣がもう5個ぐらい、いやこれからもたくさん夢を与えていってください。いやいや、また自分のファンで、ね、応援してるんで、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ岡野さんの夢を発信してください。頑張ります、はい、お願いします。で練習しましょうか。練習しましょうか。行きましょう。新しいでしょ。新しいし、それかっこいいんかどうかわかんないけど。いやもう最高、はい、楽しかったです。そうですね、 YouTuber とのコラボ、うん、初コラボでしたけどね、はい、うん、やっぱり、ね、それでご飯食べてるというか、ちゃんと仕事にしてる人たちだからプロフェッショナルだね、うん、本当にそう思った、うん、こだわり、あのいい意味でこだわりがすごい強くて、うん、超面白いです。このスタジオもいいですよね。2人続けてる。まだ練習。貪欲っすね、やっぱりあの2人。すごい。さ、うん、23歳でさ、うん、自分たちのさ、やりたい場所をね、うん、作ってさ、やってるっていうのは本当にすごいですね。尊敬します。はい。練習してるわ。ちょっと混ざってきた方がいいんじゃないですか。